こんにちは、黒ネタです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回はこちらの村を中心に探索して終わったので、今回はね、早速ストーリー攻略をしていきたいと思います。で、向かうのはこの方角みたいなんで、行きましょうか。さあ、持って、よいしょよいしょ。早速敵もいるし、洞窟もある。あ、ルピーいいよ。ちょっとお金もね、集めていこうか。前回使いすぎちゃったからね。これはなんだ。うむ、これは不思議な力が溢れ出した。調べてみよう。お、あ、ワープできるのか。あ、ぽいな。ちょっと待って、これマップで見たところに飛べるとか、そんな感じか。違うっぽい。あれ、もっと遠くに行かないとダメなのかな。それか、同じこの、なんだろう、ものがあるとこからだったら飛べるとかなのかな。まあ、おいおいわかるかな。まずは洞窟入ってみるか。おっと、よいしょよいしょ。これはいらんか、投げといて。あっと、落ちるのか、なるほど。ということは、あー、こっちから押すの危険か。こう押して、こっちからはいけないよね。これも押して、あ、邪魔だな。よし。こう押して、あ、そっか。一回までだっけ。じゃあ、これも投げて、よし。で、こうやれば、開けられる。あ、ルーピーはいいです。50ルーピー手に入れたら割と嬉しい。いや、いいですよ。でだ。これだな。ん?これ、きつくない?これ押しちゃダメだよね。これを一旦押したら道ができるけど、いや、違うな。これって落とせるの?あ、落とせるんだ。あれ、これ積んだ?待てよ、試しに押してみるか。これを右に押したとして、あ、いけるいけるいける。こうだ。で、こうだ。で、これを、よいしょーい。で、こうだ。オッケー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 。ハートのかけろ、手に入れたー。確かあと1個でハートが増えるんだったかな。よし、順調だ。さっさっさ。この敵は、あ、飛ぶのか。でも弱いね。さ、多分ね、次の目的地も、まあ、ダンジョンだと思うんだよね。で、ボスを倒したらまた楽器が手に入るって感じだと思うんですが、まあさすがにね、3回目なんで、あ、ここじゃない。ちょっとね、サクッと攻略したいんですよね。鍵穴が、スライムの鍵穴。なるほど、鍵が必要か。これは持てないもんな。無理か。ここ違うとこだなあ。あー、これ穴開いてんのか。こっちからはいけそうだね。あれ、こいつもしかして、あ、リチャードだ。懐かしい。いや、僕はこう見えてもお城に住んでたこともあるんだけどさ、家来に魔物が取り付いたんで逃げてきちゃったんだよ。僕の頼みも聞いてくれないか。俺にいいものあげるからさ。なんだい。黄金の葉っぱを魔物から取り返してほしい。あー、お城にあんの。まあ依頼だけ受けといてもいいか。わかった。いや、歓迎だな。実は葉っぱは5枚なんだ。多いな。戻ってくる前にスコップ買っといてね。じゃあよろしく。あ、スコップ必要なの?マジか、カエルうるせえな。これあの作品だよね。確か、
カエルのために金はなるだったっけ。なんかその作品出てくるキャラクターなんだよね。あー、そっか、スコップ持ってないんだよな。まあ、おいおいかな。で、ここは？別荘ね。この看板は？カナレットの城まであと10分。あ、これ、こっちじゃないな。一旦上に戻るか。あ、で、今回のその攻略なんだけども、サクッとやりたい理由があって、あのね、前回村を捜索したんですけど、実はね、行きたいところが2箇所あるんですよ。まあ、本当は、おー、ルピルピルピ。前回そこも見て回りたかったんですけど、思いのほかクレーンゲームと釣りが楽しすぎて完全に忘れてました。なんかいる。ういて、なんだよこれ、気持ち悪い。ここか弱点か。まあ無理に倒す必要はないか。あ、これは蜂蜜取れるかな。くそ、ちょっと面倒だなこの時期。よし、 OK。 ガードした後に急いで攻撃。危ね。あ、このひび割れ生きるのでは。きたお、大妖精。これ、あれを、ツボ、これってもしかして、あ、こうか。よし、オッケー。妖精ゲットでーす。妖精を瓶に入れた。使えばいつでもハート回復。で、間違って使わないように戻っとこうか。傷と疲れを癒しましょう。少しの間、目を閉じて。ありがとう。ちょっと減ってるだけだけどね。オッケー、ここで妖精手に入れたのはでかいな。さて、ただ次の目的地こっちだと思うんだけどな。よし。あっと、ちょっと急いで攻撃しないと間に合わないんだな。あのハッチいけるかな。さっ、取れない。あ、取れないのこれ。あれ、専用のアイテムが必要か。あ、ここも爆弾でいけるかな。危ない。あ、いける。あ、テロテトテトトテン。さあ、あ、危ない。あ、じゃあ食らっちゃうのかい。なんだこの敵は。よいしょ。あっと、カスタだけかな。とりあえず降りて、うっ、あ、こいつも爆弾出してくんのか。あぶね。爆弾には爆弾だこの野郎。当たんねえなこれ。あー、ルピーいけちゃった。あ、こいつうざい。いいや、無理に相手しない方がいいな。あれ、こっちも城。俺は城に行きたいわけではないんだが、ちょっと見るとこ多いな。そっ、そいそい、よし。あー、でこっち側来れんのか。でも鍵がないとダメだよね。じゃあまだここは早いな。やばいな。これ探索で終わるぞ。いやー、広いね。あ、ハートのかけら。あー、これリチャードの畑の中にあんのか。これ壊せないよね。あー、無理だな。あー、あれもおいおいかな。ペペペペー、さっ、あ、いや、もう敵はちょっと無視しながら、あ、電話かけられる。ちょっと聞いてみようか。なんだっけ、あん、ジジイに。ジーコジーコジーコ、プルルルルルルルガチャ。あ、
そうだ、ウルリラ爺さんだよ。ところでバナナはいらんかの？え？もう一度町の人と話してみるといいじゃろう。ウルリラ。あれ？バナナ必要？そんなバカな。バナナがないと先に進めないのかな。あれ、そうなるとちょっと目的変わってくるぞ。あー、これ結局城に入るのかな。行ってみるか。開いてねあれ開いてないの。じゃあ爆弾で。まあ無理ですよね。あー、そのままじゃ入れないか。どっかに道はないものか。あ、あ、敵じゃねえの。チキータチキータ、サルキッキー、お腹が空いたよサルキッキー。あー、ここでバナナがいるのか。何、あ、多分これでバナナをあげるとなんかしてくれんのかな。危ない、どうしようか。あ、ここ気になる。ちょっとここ行ってから、あのバナナをどうにかしてゲットしに行きますか。ここ何ですか。貝殻の館。あ、今まで集めてきた貝殻使うのかな。誰もいない館に声が響く。私は貝殻の館に宿りし者を、闇の力に挑む者を待っていた。島に隠された、あー、やっぱそうだ、秘密の貝殻を集めよう。集めし貝殻を持ちて台座に乗るがよい。資格ある者に光の力持つ剣を与える。え？マスターソード？違うかな。ほう、とりあえずもいくつか持ってんだよね。3つだったかな。反応がない。貝殻が足りないようだ。あー、ちょっとずつなんかメモリみたいなのがあるから、なんかちょいちょいアイテムくれんのかな。オッケー、ちょっと覚えとこう、ここは。よし、よいしょ。さて、これは行くところがなくなってきたね。めっちゃ来るやん。数が多いですよ。危ない。あ、ルピールピールピール。あー、これ一旦村に戻るしかないかもしんないな。危ないですよ。あ、ここも爆弾使えるんじゃない。ほい、ドカーン。テトテトテトトテン。おー、ちょ、それ危ないよ。どうしようか。ちょっと待って、ゆっくり考えさせて。ほう、あ、ちょ、いた、それ押せないの？あれ、押せねえ、これ。何？嘘でしょ？嘘でしょ？爆弾？違う。あれ、なんだこれ。え、普通だったら押せるんだ。あ、なんか調べるって出たな。得体の知れない塊だ。一気に突っ込めば壊せるかも。あー、これまた別のアイテム必要か。これもおいおいだな。そう。さあ、結局戻ってきました。そうだな、せっかく戻ってきたんなら気になってるところを見て回っちゃおうか。まあ、ほんとね、すぐ近くなんですよ。まずね、ここ。ちょ、邪魔だよ。このマダムニャンニャンのね、家の横。ここ気になってたんだよね。おしゃれが大好き。ピチピチボディのキャンキャンよ。あ、そのリボンめちゃ可愛い。ドッグフード取り替えてよね。あ、ここだ。いい、あげるよ。ラッキーありがとう。じゃあ、ドッグフードと交換ね。きた。これを、浜辺にいたワニに与えれば多分バナナもらえるんじゃないかな。ここだったか。前回見ておくべきだったな。で、もう一箇所がここなんですよね。この井戸、これね、入れるんじゃないかなと思ってたんですよ。
まあもしかしたら大したアイテムはないかもしんないけど、物は試し、あ、やっぱ入れるわ。何があるかな。おえ、ハートのかけら、これはでかい。やった、ハートのかけらを手に入れた。あ、そうか、これであと1個集めればか。あ、俺1個しか持ってなかったっけ、勘違いしてたな。まあいいや。オッケー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 。これでハート7個目にリーチかかった。いいよ。じゃあちょっとこのまま浜辺まで行きましょう。あれですよ。さっ。よし。で、ここだ。話す。なんやそれ、缶詰持ってるんちゃうの？お願いや。その缶詰、わしにちょうだい。お願いや。怒られそうだな。どうする？ええー、よ。お気にありがとう。ほな、いただきます。そうやって食うの？缶ごと行くなよ、お前。満足そうな顔しやがって。こりゃうまいわ。ほな、俺にバナナをあげるな。いや、ほんま美味しかったわ。やったー、これでバナナゲットです。なんかごっつええ感じ。絶対イントネーション違うんだよな。ちょっと怒られそうだよ、本当に関西の人に。おっしゃ、じゃあこれをあの猿の元に持ってきましょう。確かこっちだったと思う。ああ、ここだここだ。またしたな猿。あ、来たね。バナナだバナナだ。ウッキッキ、そいつをオイラにくれないか。いいよ。みんな集まれ、お礼をするぞ。みんな？おーおーおお。あ、これはもしかして。なるほど、橋を作ってくれんのか。お猿の橋の出来上がり。ではさらばだ、ウケキッキー。ありがとう猿たち。あ、なんだこれ。お猿が残していった棒切れを拾った。もらっとこう。バナナが棒切れになっちゃった。これ欲しい人いる？てかこれワンチャンさ、飛び越せなかったのかな。いけると思うけどな。で、こっからだな。さすがにこう水の中は、あっ、溺れるね。よし、じゃあこっちか。これ、あ、この中また電話できる。さあウルレアじいちゃん、ふむ、葉っぱが5枚揃わんとな。よくわからんが、カラス、お城のカラスが怪しいの。少し脅かしてみたらどうかな、ウルリラ。ガチャ。カラス、どういうことだ。てか、あ、こんなところに道が。あの、スコップはなくていいのかな。ちょっとね、ないとこの先積みそうな気はするんだけどね。お、これ踏める、踏めない。踏めないのか。これいける、さ、意外にいけんだな。よいしょ。さあ、カナレットの城の中に入りましたよ。よし、お、力のかけら。あれ、来ないの、危な。あ、意外に強いな。葉っぱゲット、ここ手に入るんだね。オッケーです、やっと1枚目。さあ2枚目はどこかな。ちょっとマップを見てみたんだけどね、ここの地方結構いろんなものがあるっぽいんだよね。またいろいろと捜索してみたいね。よいしょ。これは今回鍵を手に入れたら終わりかもしんないな。こっち側から開けれないの？
無理っぽそうだな。ちょっと城の外をもうちょっと見て回りたいけど、敵がいるだけかな。ほいほいほい、盾強いよっ。ほいはい、ここ何もないか。あ、カラスいた。爆弾とかかな。よっ、どうだ。入った。お、オッケー、来た。2枚目、黄金の葉っぱ見つけた。いやにしても相変わらず俺攻撃食らいすぎちゃってるね。ほい、よし、もっとシールドってか盾をしっかり使わないとな。さて、さすがにもう城の外側にはなさそうなんで、中入っちゃいますか。いやー、強い敵とかいそうだね。早速いるな。おい、よし。お、あれ、こんなところにテトテトテトテテン。俺なんかの謎解いたか。とりあえず3つ目、いいぞ。あと2枚、意外とすんなり集められるかもしんないな。あーず、これまとまってくるとさ結構大変なんだよね。こいつはもう先に倒す。ちゃんと投げて。よいしょ。クソ、ハート落とさねえか。これなんだ。あ、これで開くのか。お、お城の門が開いた。これで帰りは楽ちんだ。まず無事帰ってこれるかってとこですけどね。ここは何もないかな。あー、ひび割れがあるね。あ、こっち来んのかい。さっ、まあ、ゆっくり行きましょうや。おえー、なんで敵来んのよ。あ、4枚目、やったー、黄金葉っぱを見つけた。で、あとはあそこも壊したいね。これまた敵かな。さっ、さすがにここで2枚はゲットできないよね。うわ、なんか強そうなのいるけど、これさ届くのかな。あ、なに、あ、ダメに入る。あれ、これ。あ、いいぞ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 。あ、でも結構タフだな。おい、あれ、これ効いてる。なんか食らってる感じはあるけどね。あ、これいいのかな。まあいいや、先急ぎましょう。あれ、別の入り口がある、これ。あ、大丈夫、敵にはならないのか。オッケー、一旦こっち行って、でここかな。あ、閉まっちゃった。え、あのボス無限脇とかじゃないよね、さすがに。あ、あ、爆弾か。あれ、入れないの？ここも爆弾？あ、じゃない。あれ、なんだと。ちょっと待って、それは聞いてない。え？これ先に倒したのまずかったかな？
え、なんだ、何かを見落としてるか。あ、閉まっちゃった。なんだろう、ん、どっかにボタンがあんのかな。あ、なんだ、これで開くんかい。これさあ、またすぐ復活しちゃうよね、マップ移動したら。いやー、行くしかないかな、これ。爆弾も数少ないんだよね。5個でしょ？ちょっと待ってね。さっきこれ壊したら爆弾補充、あ、できたね。あ、1個だけか。あ、でもこれ無限に入り続ければ、集まるな。ちょっと待ってね。これマップを移動するたびに復活っていう仕様な気がするんだよな。急げばいけるかな。ちょっとこっちまで来てもらって、この端っこからこうやって動かないから、さっ、よし、よし、よいしょ、よし、はい、これでラストじゃない。よし、急げ。これ時間で復活だったらワンチャンいけるんじゃねえか。急げ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 。やばいー、やばいー、やばい。これ食らうな。あ、でもいけるぞこれ。あ、やべ、ちゃんと当てなきゃダメか。あ、これきつい。待てよ、これ弱いんじゃないか。結構食らうな。あ、なるほど、ガードできねえんだこれ。あ、でも爆弾なくてもいけんじゃん。最後の1枚手に入れちゃったぜ。とりあえずリチャのところ持って行って鍵のこと聞こう。オッケー。いや、さすがにダメでしたか。ちょっとこれまたハート出るかな。爆弾ゲット、よいしょ、ういうい、あ、出た、よし。あれ、普通に動き回ってかわしたところに攻撃でよかったのかな。まあ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 、何はともあれ倒した。オブデッド、お前よ、まだ喋ってるでしょうがよ。次は次へと、この野郎、ハートぐらい落とせ。まあいいや、とりあえずこれで邪魔です。リチャのとこ行きますか。いやー、あれ先に上で爆弾投げて倒してから取るっていう、いや、ちょっとずるいことできるんじゃないかなと思ったんだけどな。ちょっと残念。さあリチャード、集めてきたよ。おー、うーん、トレビアーン、葉っぱが全て揃ったんだね。さあ、このカエルの像を動かしたまえ、僕からのお礼の印だよ。カエルの像、これか。せい、お、あれ、あ、なんか素直にアイテムくれるとかじゃないの。あれ、てっきり鍵をくれると思ったんだが、ここかな。はい、オーブでびっくりした。あれ、貝殻、嘘でしょ、鍵じゃないの、嘘、鍵じゃないの。ちょっと聞いてません。あ、まだ先がある。
うわ、なんか来たよ。あ、これ爆弾か。ちょっと待って。あ、ちょっとずれたかな。あ、あ、こいつなんだこれ、倒せねえぞ。あ、倒せた。で、こうか。よしよしよし。あ、でも何もない。鍵は？あぶね、また穴が。好きだな。あれをてっきりこれで鍵がもらえるとかだと思ってたんだけどな。違うのかい？何この地味に穴開いてる嫌がらせ。とりあえずこれでハートのかけらは取りに行けそうだけどな。わっ、こうか。あー、行けそうかな。こうだろ。あー、ちょっと待って。嘘でしょ。こうか。あー、なんでー。そうじゃないよ。うわ、まだあんのかよ。取れねえじゃん。取ることもできないとか、なんだそりゃ。あ、フクロウ、足元に秘密あり。知ってるわ。知ってるよ。秘密どころか落ちまくってんだよ。一旦もう一回ウルレラ爺さんに電話をして、ちょっとヒントをもらおうか。で、それで終わりにしようかな。あれ、足りんだっけ。おお、黒ネタ、いいもの持ってるだな。うまい蜂蜜分けてやるから。あ、その棒切れ貸してほしいだよ。あ、いいよ。使うやつがいるとはな。それ危なくない。ですよね、ですよね、そりゃそうだよ。あ、お疲れ。冒険が蜂の巣になった。なんかよくわからないけど、とりあえずもらっておこう。あー、でも鍵とかにはならないよね。スコップ、スコップは買ったかな。あちこち掘ると何かあるかもしれんぞ。ガチャ。そうか、スコップか。確かに気になるところは何箇所かあったな。今お金いくらだったっけ。あ、あるね。ちょっと急いで買ってこようか。スコップ、スコップちょうだい。200ルピー。いいよ。スコップ手に入れた。さあ、穴を掘ろう。アイテムセットして X か Y で使うって感じか。 OK。 こことかどうだ。あ、これそうじゃない。来たでしょ。来た、スライムの影。なるほど、ここにあったのか。いや、これ今後なんかいいアイテムとかあったら先に買っといた方が良さそうだな。いやー、やっと見つけました。結構いろんなとこ探したんだけど、まあそこら辺は全部カットしときましょう。で、ここで使って開けると、いやー、やっとだよ。てん、よし。あー、長かった。ちょっと今回ここまでにしときましょうか。ちょっとお金は今や39か、ちょっと少ないくなっちゃったけど、ちょっとそこら辺の草を買って、爆弾はいくつか買っておこうかな、念のためにね。はい。というわけで、結構長くなっちゃいましたが、まあ、次回は、ね、あそこの洞窟の中、入って攻略をしていきたいと思います。おそらく3体目のボスになると思うので、いや、気を引き締めて頑張っていきたいと思います。というわけで、今回はここまで。次回もぜひ見に来てください。ご視聴
ありがとうございました。